はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。サーです。バイオハザード4ですね。よろしくお願いします。まずは、ここからアシュリーを助けに行く感じですよね。電撃イライラ棒はどこにいるんだ？お、ちょっと目と目が合った瞬間に、襲いかかってくるのやめえや。なんとかしないとダメか、自分で。襲いかかっては来ないな。よし、ペイ。じゃあ、早速、じゃあ、これに近いコメントから行こうか。ありがとうございます。まずね、これね、ライデンとかだったらね、こう、グリッとね、横に出てくれたんですけどね、レオンはダメだな、本当に。基本的にレオンはな、ナメプしてるからな。当たっちゃうかな。俺が、ね、俺が当たっちゃうかもしれない。襲いかかっては来ないね。まいったな、これ。ここでいいか？あー、当てられない。うまくない。とにかくね、やっぱ頭をね、やっぱ狙うっていう方がいらっしゃいましたね。その弾節を、お金じゃなくて弾を節約ね、されてたっていう。ああ、でもダメか。頭狙っても、そのクリティカル狙いなのかなとも思うんだけど。ダメだ、効きゃしね。弾34発でしょ？そんなにね、こっちも余裕があるわけじゃないんで。でもな、ライフルももうぼちぼちだからな、ちょっとハンドガンでちょっとやりくりするしかないのかな。そうなってくると、外れを引きたくないんだよな。ただ、お金か。どうしてもな、ある当たりがね、怖くて。当たりが怖いっていうか、ヘルメットがあるから即死じゃない。これもだって祈るしかないもんな。ああ。顔面に当たったんじゃないか。ああ、来ちゃった来ちゃった。ダメだダメだダメだ。あれだな、爆弾でもちょっと投げつけてみるか。ほら。よし。やっぱこういうところでね、消費していかないとどうしても増えるばっかりですからね。よし、これでまた一人とか二人ね、破壊することができたので、またゆっくりやってるとな、どうしても。でもダメージがな、挟むだけだからな、こっちの。いつか当たりそうだな、こっちも。くっそ。マジで当たらねえんだけど。あれかな、やっぱストックとか買ってたのかもしんないね。でもマシンガンをさ、その頭に向かって撃つっていう戦法が。このさ、このあれだな、レオン、カメラ移動ってさ、もっとゆっくりできないの？はい、ダメでした。このゲームはまだね、エイムのね、速さとかそういうものを設定できるゲームではなかったようですね。残念ですね。ちょっとそういうのを期待していたんですけども。やっぱアイテム消えちゃうんだな。ここから撃てるかな？撃てそうかな？ああ、敵の弾だけ当たりそう。そういうの嫌なんだよな。間に合わないか。ああ、ちょっと2人いるのか。そんなにいるとは思わなかった。こんなちょっと、もうそろそろ俺が 耐えられないな。このまどろっこしさに。
っ込んでっちゃってさ、これにほらこれこれだもんな。こういう時どうするかだよな。まあどうするもこうするもないか。この辺狙って、まだ生きてるじゃないか最悪なんだけど、うん、でもこういう時はね、これでもう対応するしかないよね。ほーらよっと、出ててくんのがな、なぜかマインスローの弾なんだよな。まあ何でもいいでしょう。よし、じゃあ引き続き行きましょうか。他のコメントもね、ありがとうございます。変な赤ちゃんみたいなペンギンみたいな敵が、リヘなら、あと何、アイアンメイデン、あのトゲトゲの方ですよね、アイアンメイデンは。で、通常ね、初めて出てきたのが、あのリナヘラ。トウもね、でも読み方を間違えるのが多くてね、あるわ。リヘナラですね。減らってる方ではないですね。いるか、シュリー、ちょっと。大丈夫か、いないとちょっと困るんだけど。おとなしくダイパンはやめていたようだが、ウィアン、You okay? Come on, let's get out of here. お、ここでようやくか。あ、美しすぎるアシュリー。こんなに可愛くなかったよ。いつもな、同じようなこと言ってるけど。やっぱね、あのパズル、簡単なね、パズル要素があるとやっぱ面白かったりしますよね。まあ特にね、クレーンゲーム、あれはどうなのかな。実際はゴミをさ、考えたのがね、ゴミ箱を掴んで、でそれを敵の上に落とすっていう鬼畜作業ももしかしたらできたのかななんて思ったんだけど、これ何、お食事会？違う、アシュリー、俺はそこが見たかったんだよ。お水かな？最低限の施しは受けていたようですね。なんだ？お、紙飛行機。意味深紙飛行機。エリアの紙飛行機。何それ、口紅でわかるの？いやらしい。気づいていると思うけど、ゴミ処理場の排気口からならここを抜けられるかもね。え、どういうこと？あ、じゃああそこはまた別、なんかルートがあったのかな？なんかありそうだな。でもいいや、排気口に行っちゃいますね。行けって言うなら。で、そろそろ手榴弾もね、必要なくなってくると思うので、先投げとくか。もう一回。よし。で、どういうことがまだ何人かいると思うので、一応、あ、世紀末ですね。世紀末が出てくると、どれもライフルを使わざるを得ない。よし。近づいてくるのが悪いんや。ちょっと、そういうとこだぞ。しまった。あーい、死ぬかもしれない。間に合った。よし、大丈夫。なるべく近づけさせて、投げられない。これやっぱね、こうなった時にね、足が引かないっていうのはね、結構厳しいよね。お、まだ息がある。すごいじゃない。これやっぱあれかね、敵の方に向かって、敵の方に向かってっていうか、その、プラーガの方に向かって撃つ方がいいのかな
顔を押さえてるけど、そこ顔じゃないんだけどな、お前の。お前には顔がないじゃないか。やったか？やってないな。よしよしよし。お、すごいすごいすごい。弾が切れてると、ちゃんと弾切れてますよっていう合図っていうか、ね、引きっぱなしになってたね。Follow me. おいで。よし、じゃあ行こうか。まあ、ああいうところ、ね、そういう、一種のコミカルな要素とかは、ちょっとね、これ外していいかな。俺すぐ外したい病だからさ、こういうの。そうそう、遠距離武器とはいえ、あんまりね、遠距離で使わないんで、R は。こういうセミスナを、アサルトライフルの感覚で使っていく形でしたね、今までも。そしてこれからも。まあ、なので、ボルトアクションライフルとセミオートだと、もともと R の、ね、用途が違うのかもしれないね。あいだよ。まったく、どいつもこいつも。ちょっと落ち着いてない？あ、なんだ？あ、閉じ込められた。くそ、やってくれるじゃねえか。じゃ、ちょっとこれをね、自分に使っちゃって、全部使っちゃって、どうしよっかな。もう間に合わねえもんな。撃つ他ないよ。前に進んでいくしかない。で、吹っ飛ばして、よし、やったな。よし。こんなもんか。いや、やっぱショットガンだな。とにもかくにも。アシュリーいる？よしよしよし。Follow me. なんかちょっと不安そうな表情するのやめてもらっていいかな。俺も不安になっちゃうよ。で、開ける。参ったね。ねえ、そっちにスタンバのやめてもらっていいかな。なんか強くなってる？そんなことないか。よし。なんだあれは。なんかハーブっぽい？お、やったぜ。救済措置的な感じかな。よし、大丈夫だね。足音は聞こえない。こう、奇襲をかけてくるとか、Wait. っていうのはないのかな？ねえ、BGM はやっぱないはないけど、普通に奇襲してきたりとか、全然あり得るからね。Looks like this is it. Oh, it stinks. Sure does. No way, Leon. Way? Are you out of your mind? I knew you'd be fine if you landed on your butt. You... What is this? Come on, let's go. いやー、だって動くやつ。これで、これがアイアンメイデンってやつだよね。あかね、あれ、ちょっと。間に合うかな。まずこれを装備して、これも装備して、で、適当に、あ、ダメだ。こういうとこ適当じゃ怒られるの？ちょっと、めっちゃ厳しいよ。ここ。ちょっと操作してみな。で、まだ息があるから、膝に向かって、おい、倒れろ。どうしようかな。どうしようかな。こういう時はもうショットガンで膝に向かって、よいしょ。あー、そうだよね。そうなっちゃうよね。
もう一回構えて、あーちょっとダメかもしれないなこれ。間に合うかな。よし、ちょっとこの人強いですね。ちょっと払いたか、お互いに払いたらとまずいですね。どうせこれもうこのまま進むか。こいつ死んじゃうでしょ。ああ、ここ爆薬があるから、これで爆発させてもよかったのかもしんないな。弾がもうねえや。どうしよっかな。ちょっと困っちゃったかな。ま、なんとかするか。あ、一応ライフの弾は出してくれてるんだね。はい。今更、はいって言ってな。先に片付けられるもんなら片付けた方がいいか。押せないでやんの。普通に声で呼べばいいじゃないですか。こんだけ近いんだからさ。まああまり構わないでおくか。まただよ。どこだ。とりあえず隠しておくか。はい。ちょっと死にそうな感じ満タンですけど、どこにいる。いきなり飛び出してくるっていう感じじゃないよねあの敵は。おハーブが。よし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 、とりあえず戦法としてはどういうのが正しいのかね。当たったんじゃないですか今。あーえ、当たってなかった。それは当たってるの。うん、なんか当たってる当たってないの差がわからねえな。それは当たってない。でここ当てて、でショットガンで膝くじいて、あれ、なんでだ。まあまあいっか。じゃあアシュリーと一個ずつ。アシュリーがそばにいないと回復できない。割としっかりしてるゲームですね。じゃあちょっと呼びましょうか。この瞬間はあれですね、あのアシュリーのじゃなくてセレクトボタンが効かないですね。こういうところなんでなんですかね。別に細かく設定してもよかったんじゃないかなと思うんだけど。もう一人くらい出そうだよね。あ、こっちじゃないか。逆か。どっちだっていいじゃないか。まだ通れないか。なんか全部、ね、全部なんか押し切ると出てきたりしそうなんでね、ちょっと嫌なんで、できるだけ安全策でいきましょう。もうすぐだからな、ちょっと。でリロード、あーリロード中はあのスタートの メニューが開けないんで、それがまた怖いんですよね。はい、じゃあ正規末は帰ってください。あとはあと何でもないやつばっかりかな。ショットガンで全部片付けましょうか。あ、いやちょっと待って、あーでもデンジロッドみたいな持ってるやつがいたからな、面倒だ。変なことは考えずに力で前に進もう。ショットガン弾あるしね。ショットガン使えってことでしょ。よし、弾自体はね余裕あるんで、なんとかこれでやりくりしていくしかなかろうぞ。さあどんどん行こう。もうね、クライマックスは近い気がするのでね。またハーブですよ。至れり尽くせりだよ。一応回復しとくか。ここまで来たら。よし、行こうか。と言ってもな、やっぱ構えながら歩けないってやっぱきついよね。
ちょっと待って、これエルヒガンテさん的なものが出てくるんじゃないの？一応君待っとく、ここで。エルヒガンテではなかった。よし、一応大丈夫は大丈夫だな。とりあえず吹っ飛ばす。あそこにはね、届かないでしょう。どっからどっから来たの？君どっから来たの？全然分かんなかった。あそこ横もいる、あるのか扉が。じゃあしょうがないな。それは仕方がない。よいしょ。おい、次の敵は、よし、あーそうやってやる感じか。てっきりエルヒガンテかと思ったんですけど、一応ハーブだけね回収しておいて。はいはいはい、こいつ登ってったぞ。やりますね。わかったわかった、あとでなんとかする。あれちょっと待って、今どこ連れてかれた。なんかずいぶん早い段階で連れて行かれちゃったな。こっからマジかよ。装備は、ああこれつけっぱなしなのか。そういうとこちょっとあれだな、面倒だけど、まあしょうがないな。おお、そうか、リロード忘れてた。走ってくるぞ。よし、危なかった。怖い怖い、あ鉄球持ちが一番怖いからな。さあどんどんやっていこうか。別にカウンターだからってね、そんな関係はないと思うんだけど、一応ショットガンの弾は固定で出てくれるのかな。こんなとこハーブあったっけ。よし、やったかな。よし、やったな。いや、ハーブこんなにねなかった気がするな。1個だけレオンが使って、先にねレッドハーブがあったんで、そこでやりくりさせておきましょう。で、なるべくね、アシュリーはね、じゃあここで待たせましょう。で、まあどういう動きになるかちょっとわからないけど、あ、右からも音がする。一応なんかいろいろ取れるだけ取って、どっからあれを襲ってきたんだろうな。それがまたわからないとね、今後の邪魔だ。対応がね取れない。また当たりか。どこどこ、ちょっと無理じゃね、もうこれ。あ、やばいな、あれ外から来てんのかな。あ、ダメだダメだ。あ、こっち来てる。優しい。もうちょっと待ってな、じゃあ。ちょっと吹っ飛ばしとくから。これでね、足を狙うから。はい。あ、そこだったのか。こっちこっち。よしよしよし、来てる来てる。ああ、なるほどね。あ、でも、外っていうか、配置は悪くなかったんじゃないですかね。よし、とどめだ。よし、手こずらせよって。なんか鉄球があったんで、なんか操作もできそうだったんですけど、ちょっとそれをやってる余裕はなかったね。あ、ほら、あからさまに鉄球の制御盤。どちらが操作する。アシュリーやってみる。Follow me. あ、ダメだ。アシュリーにその やらせ方がわからないんだけど、結局俺がやれるのかな。
あ、別にこれ関係ないのかな。普通に自分がこっちに進めないです。マジで。自動ドアは敵専用自動ドアだったのか。よし、じゃあアシュリーね、もろもろね、ストレスも溜まってるでしょうから、ちょっと やってみ。あ、いいじゃない、よかったね。はい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 、ちょっと待ってな。どっから来たのか知らないけど、すごいな、普通に作業員として派遣されてんのかな、これ。みんな、ね、工事現場の人みたいな格好してるからさ。いや、ショットガン強えな。やっぱショットガンじゃないとダメだな。やっぱ好きなんですね、あれ、ショットガンが。片付けたか？片付いたようだな。うん、お金あるけど、どうかな？もうこれ以上は難しいのかな？一応、じゃあこっちはこっち、こっちはこっち。で、やっときましょうか。ごめんね、アシュリー。手間取らせて。またこの声か。大丈夫だ、なんとかするよ。組み合わせて、早い段階、ちょっと組み合わせてくれ。なんか足速くないか、ちょっとこいつ。結構あれ、これ膝、こいつさ、これさ、膝くじけばいいでしょ。だって なんだったらもう、ただな、これ足に当たんねえんだよな、ちょっと足が細くて。これちょっと当たってんのか当たってんのかわかんないもんな。いいや、ショットガンで膝をくじく。おいで。なんか爆発してるな。どっちがいいってことはないみたいだな。こっちおいで、こっち。あ、でもこっちも敵がいるのかもしれないのか。一応ライフの弾とかはあるのか。回復しとこうか、とりあえず。いるか、よし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 。で、一応追っかけては来れんのかな。あ、ちょっと走ってきてんだけど。あいつ足速かったのかよ。それはちょっとまた想定外だな。でも当時とこ、おい、ちょ、全然意味がないんだけど。かまってらんねえ。行くぜ、どんどん。このレバーは壊れている。手では開きそうにない。装置を探さねば。よし、じゃあ行くぞ、その装置を探しに。こっちだな、きっと。いるか？いないな。よし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 。これで、うん、何かに引っかかった。何それ、どうすんのこれ。敵倒せってこと？もし倒せって言うんだったら倒すけど、できればそういう面倒なことはしたくなかった。先にね、リロードだけしておいて、であとは来るのを待てばいいでしょ。正面にいようか。正面っていうのがあんまりねえんだな。よし、来た。よし、当たってねえよ。間に合うかな。次こっち。あ、一人はやったみたいだな。走ってこないで。で、そんなに走りたいんだったら、ちょっと走、あ、勝ったな。で、ここが開くでしょう。ああ、うまいな、ショットガン弾。ここに来てショットガン弾来てくれるっていうのは非常にいいですね。よし、じゃあおいで。Follow me.
相変わらずの突っ張り動画ですね。アシュリーならくぐれるか。くぐらせる。Leave it to me, Leon. え、何？また俺を今何パンチラの剣で怒ろうとしたの？まったく。Wait. これだから、これだから若い子は。そしたらこれを、よし、オッケー。別に若くなくても怒るか。Follow me. 地図を見ると、お、こっちがセーブとお買い物ができそうですね。随分殺風景だな。ここに来てレッドハーブとだけか。じゃあ先に調合しておこうか。あ、でもレオンの体力随分伸びたね。アシュリー全く伸ばしてないんだけど、まあいいよね。Welcome. Got a selection of good things on sale. センスじゃないのにね、あの役付けになるのは避けた方がいいだろう。お金は随分貯まったね。でも弾が伸びない。弾じゃない、いや攻撃力が伸びてこないな。 Is that all, stranger? Thank you. Is that all? あ、もっといける、もっといけるけど、これ以上はちょっと伸ばせないな。What are you selling? なんか売るものあったっけ。あ、エメラルドがあったよね。エメラルドと、あ、懐中時計か。これはもう、これはもう売るしかないのかな、ここまで来ると。で、その後すぐね、見つけたりしてね、お金、お金、宝石。そうすると、悔しいよね、ちょっと。あれ？よし、とにかく攻撃力。攻撃力ったら攻撃力。で、弾の余裕が、あ、ちょっと待って、これ、ライフルの弾がもうないじゃない。改造できるかな。弾一段階だけ改造して、あ、いけない？あー、ノーイナフか。いや、やっちまったな。ちゃんと弾の数見とけばよかった。ショットガンがあとこんだけしかないのか。で、ハンドガンが、ちょっとハンドガンの弾をリロードしておこうか。よし、ショットガンって14発なんだっけ。14発か。ってことは15発しかないのか。マグナムの弾とかをさ、あげらんないですね。ダメだな、何をしても装填速度も間に合わないしな。しょうがねえな。いい加減次で最後なんじゃないかなと思うんだけど、レオンどうかな。まだまだもうちょっとあるかな。